楽しいから続けてきたんだろうし。もっともっといろんな人に知らせたいなっていうふうに思うんで、やっぱり2位3位ではダメだと思うんですよ。僕が優勝してどんどんいろんな人にこのトライアルっていうのを知ってもらって、みんなのその気持ちを世界選手権でぶつけられるのは僕だと思うし、世界チャンピオンにもう一度取ってこのトライアルっていうのをもっともっといろんな人に知らせたい。それが僕の今の夢です。